はい、おはようございます。6月25日朝5時40分の相場解説になります。今回はですね、一つ大きなミスというか学びを得ましたね。こちら東の方のドル円なんですが、昨日はですね、この陰線が出てますよね、下髭陰線ね、こちらの方を取ったわけなんですけども、全体的にこっちのね下に下がっていってるんじゃないかなと、移動平均線もそうですからね、いうふうに考えて取ったわけなんですけども、今日は大きな陽線が出てますよね。その辺をちょっと見ていきたいと思います。4時間陽線なんですけども、これ見てください。私の考えではこのゾーンの下の方に推移して、そしてですね、105円方面、持ってたら104円の方面に行くのかなと思っていたんですよ。これがそうではなくて、このねヒゲから反発してぐーっとね上昇向かっていったと、元通りのこっちのね逆目のレンジに戻っちゃったよっていうことをね、今日は報告しなければならないなと思いますね。で、1時間の方見てみましょう。もう1時間の方見てみると、本当にね、これですよ。このゾーンがありますよね。このゾーンをもう割って、下の方に展開してますんで、もうこれはですね、こういう風に進むもんだと私は思っていたわけなんですよね。もちろんそうならなかったらどうするってこともあるんですけども、大きな損害はないにしても、私の期待とは裏腹に、あれまたこっち戻っちゃうのみたいな感じなんですよね。ということなんで、これからですね、ここヒゲの束がありますよね、こちらの方を重視して、この辺りまでは上昇を続けるんではないかなというふうに思ってるんですよ。もちろん上昇しないこともありますけども、どちらにしましてもちょっと余裕を持ったレンジを考えていかなければならないかなと思います。ここからここの間です。ここからここの間ね、ということですんで、ちょっと様子を見ながらになってきますけども、今日木曜日ですんでね、もうあっという間に木金ですよ。今日エントリーしないと、もうエントリーする時がないんですけども、今日様子見とか言ってたらエントリーする瞬間なくなっちゃいますんで、いや昨日取れてよかったなというところはあるんですけども、どうですかね、レンジにまた入っちゃうんですかね。そのぐらいしか今言えませんけども、レンジなのかな。このやっぱり横ばいですか、この基本横ばいのエリアがかなり強いということなんですかね。まあということで、今日は特に結論出ませんけども、こうね大きく下がる波はなくなっちゃったよってことでございます。本日は以上です。